おはようございます。速稼塾の久保です。今回ですね、大和くんの遊んでいるおもちゃシリーズでちょっと動画撮っていこうと思うんですけども、最初はこのバスですね。お気に入りのバスです。これはね、この前に滑らせると勢いがついて自走するんですよ。いいですか、こんな感じですよね。で、これを覚えるとこう走らせて遊んだりするんですけども、もう一個の特徴がですね、このボタンが4つあって、これを押すとアナウンスが流れるんですよ。例えばね、ご乗車ありがとうございます。で、発車みたいな感じですよね。で、1,2,3,4 とボタンがあって、それぞれ別々の機能があるということでございます。で、もう一つがこの超合金のスポーツカーですね。これはね、後ろに引くと走るパターンですね。ね。で、音がするでしょ。この音はなぜするかっていうと、前の部分を押すとスイッチがタイヤと連動して入るんですね。で、ランボルギーニが走るところ音がすると。で、このドアを開けると上の方にガルウィングで開くんですね。開かないな。開けるとまたね、こういう風に音が鳴るんですよ。その他バックが開くんじゃなかったかな、これ後ろがね、こう開いたりするんですよね。ここエンジンルームが開いたりするんですよ。ボンネットは開かないな。まあ、こんな感じで開いたり閉じたりして遊ぶという。ただこれ街中走ってませんのでなかなかね、車っていう認識で楽しんでるのかなと思います。もっか大和くんのお気に入りはこのバスですね。こういう大きいもの好きですよね。で、バスが走っててもブッブッみたいなのをやったりね、指さしたりしますね、うん、じゃあ今回はそんなところでございます。